にちは、末高さん、はい、確か去年のこの時期、はい、巨人のルーキー門脇選手、はい、すごい選手がいるよというふうに、はい、動画出したんですよ。本当かみたいに、はい、思って現地に入って見たけど、さすがにああ球際強い子だなとかさ、はい、あ送球が素晴らしいなとか、うん、いろいろ感じる部分はあったよね。そうしたら、はい、去年もうショートのレギュラーの座をつかみ取りましたって言えればいいんだけどね。まあ今年あのシーズン終わってね。そうですね。いや本当に本当に。でもまあまずはね、うん、門脇でスタートするだろうから。そうですね。だからまあね最後まで貫いてほしいなと思うんで、ね。はい、そうですね。はい、で今年、はい、またその門脇選手に続けとばかりに出てきた選手がいます。はい、いいね。はい、佐々木俊介選手。はい。はい。まあ、俊介って言ったらサッカーの名前に多いんだけどね。中村俊介選手とかね、そうですね、多いんだけども、はい、肩いいしな。そうなんですよ、めちゃくちゃ肩いいよな、はい、で一気に今外野手争いに名乗りを上げているというところで、うん、先日初の大会試合が、はい、サムスンライオンズとありまして、はい、その中で3安打5打点という数字をいきなり打ち出しました。まあ、そうだね、はい、まず勝負強いっていうのはいいな。やっぱりその打点がついてくるっていうのはね、まあ、こういうことは非常にいいと思うし、はい、ランナーがいるとねバッティングが変わっちゃう人っていうのはいるんだけども、はい、でもそこら辺はなんか非常に、まあ、社会人経験してるだけに、うん、まあ、素直にバットが出てくるなというね、うん、でまた一発勝負で戦ってただけに、はい、まあ、そこら辺のこうしぶとさというか、はい、執念というか、まあ、そういうのは持ち合わせてるのかなっていう、うん、まあ、1打席目のタイムリーヒットっていうのは、はい、当たりはそう大したことなかったよね。センターコースヒットなんだけど、はい、俺その後にバックホームしたので、うん、セカンドまで行ってんだよね、はい、1本のヒットで、うん、ああいう走塁の部分っていうのは、うん、なかなかね勇気がいるんだけども、はい、これを見てこの子はセンスがあるんだろうなっていうふうにはすごく感じた、うんうん、俊足ですし、その状況を見てサードまで落とし入れたりとか、そうだね、はい、だから非常にいいセンスを持ってるんだろうなっていうのはまず感じたね、はい、まあ、それで次のヒットがライト線だったんだけども、そうですね、そのボールっていうのはインサイドの低めなんだけどもね、うん、それをライナーに持ち上げて、サードまで走ったという、はい、やっぱ素直だしな、バットの出方が、うん、それとね構えがねどっしり感があるわ。結構ねスタンス広めに取ってですよね。そうなってくると広いっていうことは、うん、やっぱ手さばきで打たないと打てないんだけども、はい、広いと腰っていうのはあんまり使えないんだよね、うん、だから手さばきっていうのが非常にうまいんだろうなっていうのと、うん、やっぱ素直に出てくるということ、はい、まあ、それとやっぱ構えがどっしりしてるっていうことは、うん、これは一ついいことだよね。軸がぶれないという。あ、なるほど。やっぱいいバッターっていうのは必ずどしっとして構えてる、うん、だからその構えからこう正確なミートができるというね、うん、非常に非凡なものがあるんだろうなっていうのは思うね、うんうん。この日はやっぱセンター方向そしてライト方向でのヒットと、はいはい、これはボールに逆らってないということだよね。うん、だからそういうことを考えるとすごくいいねって思うよね。お、まあ、その前に入ってた岡田、はい、法政から入ってるんだけど、ここはうかうかできないし、そうですね、もうすぐ名前が消えちゃうよみたいな、うん、だからそういうことを言うとやっぱこう競争が激しくなってるということだよね、うん、よりね、うん、こういうバッティングを見てそして肩も非常にいいというところで、はいはい、足もいい。阿部監督やっぱり非常に使いたいなと、もう開幕からどうなんでしょうそのあたり。いや、このまま順調にいってくれればいいなっていうふうな願いはあるだろうけども、うん、でもどっかでやっぱこうオープン戦とかね、はい、壁に多少当たる時もある、うん、その時の抜け方だよね、うんうん、どういうふうに対処しどういうふうな工夫をするのかなっていうのは、はい、やっぱね1年間戦っていく上でやっぱ工夫がないと無理なんだよね、うん、で門脇っていうのは最初打てなくて、はい、あれしてたけども、でも特別な守備があったじゃない、はい、だからこれで乗り切れる。佐々木も肩がいい、あとはキャッチングそういうものはどうなんだとか、足は絶対こう使えるとか、うん、まあ、そういう武器を持ってるのか、はい、っていうのはこれからじゃないの。これから、まあ、オープン、やっぱどういうふうな対処の仕方、うん、柔軟性というか、はい、応用を用いてくるとか、うん、まあ、そういうところが一つの鍵になってくるのかなっていうふうに持ってるセンスとか、はい、そういうものに感覚的なものもそうかな、これはやっぱり素晴らしいと思う。
まあ、社会人を経てなので、うん、やっぱりそのあたりその、ね、より経験もあるし、まあ、彼も後がないっていう風な、うん、感じでやってるはずなんだよね、はい、だからすごくいいものは出してくるだろうなって、うん、それと阿部監督がやっぱルーキー時代に原監督にね、ルーキーの開幕っていうのは一生に一度しかないと、レギュラーを取って2年目3年目、これは開幕をスタートしてもルーキーで開幕を迎えるその日にスタートができるっていうのはその日しかないっていう、うん、それを長嶋監督と原監督が話をして、それを阿部に託したという、キャッチャーとしてね、はい、うん、だそれをやっぱり阿部監督っていうのはルーキーを見るときに、うん、その日にちゃんといてくれっていう願いは持ってるかもわからないね。そうですね、うん、だからそれだけの、まあ、結果は監督から求めないっていうふうに言われてるかもわからないけども、うん、十分期待に応えてくれたと思うし、うん、まあ、印象に残る活躍をしてくれた、うん、これはやっぱこう一歩リードしたかなっていうふうに考えてもいいよね。そうですね、まあ、阿部監督の心が動いたか動かないか、うんうん、多分動いたはずだからですよ、ね、あ、いいねって、うん、だから、まあ、そういう意味では結果が全てだからさ、うん、結果の勝負をしてるわけだから、うん、だから一歩をリードしたかなという感じがする、うん、バッティングに関してはやっぱどっしりしていて非常にいいと、はい、手さばきも、はい、巨人だと何番タイプを打つようなタイプでどういった数字を求められるような今の段階ですか。いや、もう勝負強いんだったら、うん、やっぱり上位に置きたいよね。うん、2番だから1番吉川、2番坂本っていけばさ、はい、3番に左の佐々木っていうのは、で4番岡本、ジグザグが組めていくという、はい、いきなり3番ジャイアンツの3番ってどうかなと思うけど、はい、まあ、だけど足が速いんであれば1番佐々木っていうのも面白いよね、うん、選択肢としてはそうですよね。そうそうそう、だからまあ盗塁の技術がどのぐらいあったりだとか、走塁、はい、に関しての感性はいいんだろうなっていうのはこう見てわかるしね、はい、だからまあここら辺をどう考えるか、それとも蓋をなくし、まあ、7番とか、うんうん、そのぐらいからスタートさせるのかとか、うん、まあ、これは今後 の、 そのオープン戦、はい、対外試合によって、まあ、明らかになってくるかなというような感じはするけど、うん、あとそのランナーを置いての勝負強さとか、あとバントの正確性とか、うん、なんかそういったところも阿部監督はどういうふうに評価していくのかな、まあ、結構何でもできるよね、うん、だからおそらくオープン戦でも、うん、例えばエンドランを試してみたりだとか、うんうんうん、いろんなことを彼には試しのサインは出してくるかなっていうような、まあ、感じはするけど、対応していきそうな感じがするよね。ねえ、なんかそんな感じがしますよね。だから言えば巨人にはないタイプの選手なのかなっていう、だから門脇がいて、門脇も割と何でもできるような選手になってきてるし、うん、この佐々木っていうのが何でもできるような選手になってくると、うん、やっぱ層は相当厚くなるよね。ですよね、うん、でどの、ね、打順という からでも得点が可能とか、まあそうだね、1点もぎ取るとか、うん、だからまあ引っ張ってほしいときに引っ張れるかとか、はい、まあ、そういうことにもなってくるだろうし、うん、必ず日本というのは数字を見て弱点をついてくるから、うん、その弱点を疲れ出したときにどういう対処を見せるかとか、はい、柔軟性はどのぐらいあるのかとか、うん、まあ、そういうところだな、うん、まあ、言えばもう使えるような選手なんだけど、はい、やっぱ応用とかそういうことについてこれるのか、はい、まあ、そういうもう見えない部分、結果としては見えたけど、そういう部分でどういう味を見せてくれるのかね、楽しみな選手だね。そうですね、まあね、外野手争い、ライトは一応堂和というふうに言われていて、はい、あと残りがまだセンターレフト決まってないで、はい、松原選手もこの対外試合で非常にいい技ありバッティングをしていて、あ、戻ってきたなというふうに思います。いや、松原は、はい、まあ、ある程度の実績も持ってるしね、うん、だから使えない選手では全くなくて、そうですよね、むしろいてくれたら助かるっていう選手なんだけども、うん、まあ、そこに丸がいたりだとか、はい、梶谷がいたりだとか、あと萩尾選手も、まあ、萩尾もいたり、秋広もいる、長野選手、うん、長野選手で、まあ、長野は、うん、まあ、レギュラーというよりもやっぱ切り札という存在だけども、はい、だからまあ結構厳しいとは思うけども、うん、だけどまあ勝ち抜いたらやっぱ大きな自信になるだろうね。そうですね、うん、で豊さん、まあ、アメリカから帰ってきてすぐなんですけれども、はい、もう今夜沖縄に行くよ、行くということで、なんか時差がどうなってるのか全く分からないし、今昼か夜かも分からないぐらい、多分ね、ちょっと明るいから昼なんだろうな、今昼なんですけど、でも天気が悪いからな、分かんないですよ、ね、分かんないよ、本当なので、沖縄に行ったら今度は巨人のキャンプが見られると、キャンプね、顔出して、はい、まあ、ちょっと
阿部監督にね、うん、挨拶して坂本選手とも、はい、ちょっと一言二言でいいからなんか会話してお話をしたいなという。そうですね。でもこの佐々木選手もいたらぜひちょっとね一言二言。そうだな、うん、まあ、それと萩尾選手にもちょっと話をね、はい、ちょっと聞いてみたいし、うんうん、まあ、1年経ってというね、はい、で秋広も聞いてみたいし、うん、秋広とは写真撮りたいね。こんな運転の差になってあれ受けたからね、インスタに載せてると。そうですよね、うん、今度は頭こうやって押さえてもらおうかな。そうですね、ぜひやってもらいたいですけど、ね、でもまあ今はまだ映像というか、はい、その対外試合でのその映像しか見てないんですけど、実際に今度佐々木選手をその現地で見て豊さんが感じたこととか、そうだね、そういうのをまた現地でぜひあの、ね、もし風吹いてたら風の吹き荒れる中でまた撮っていただきたいな。中日がすごかったですよ。申し訳ないけどさ、うん、やっぱね話があったかいうちとか、うん、俺の記憶ももうそのまま新しい時に撮りたいんだよ、うん、はい、大きな風が強い時にやるんだよ。 それはちょっと勘弁してほしいわそうですね、ちょっと聞こえなかったので一生懸命喋るからさ、はい、だからそこは容赦してほしいなっていう、ね、うん、そうですね、独身術とあとよく聞いて汲み取ってほしいなっていう、まあ まあ ね、まあそれでも見てくれてる人には申し訳ないけども、はい、うん、ちょっとか勘弁してもらわなきゃいけないところもある。そうですね、うん、まず行ったらどこ行くんですか最初。今回はジャイアンツかな。まずジャイアンツですか。ジャイアンツは、うん、ジャイアンツ行って、はい、まあ、挨拶してしながらこう新戦力をね、うん、ちょっと見ようかなというふうに思ってる。あとあの23日祝日の日が阪神と巨人の練習試合ありますけど、はい、これは豊さん、はい、まあ、多分行くと思う。あ、行かれるんですね、はい、これちょっと楽しみなので一つ。そうだな、なんか岡田監督はなんかこう探り入れるというかさ、はい、そんな感じなの感じかなっていう。阿部監督も隠すのかなとか。あ、そうですね、あとか、いやちょっと仕掛けてみようかなとか、うんうん、まあいろいろ戦略は練ってると思うけどね。ですよね。だから岡田監督は、まあ、ワンポイントで投手を途中で起用するじゃないですか。でも阿部監督がこの前記事に載っていたのはワンポイントということはしたくないと、できれば 1,2 イニング行ってもらいたいっていう話もされてたので、そのあたりのこの投手起用だったりとか練習試合でどうなるのかなっていう、まあ、いろんな試しをしながらね、うん、自分の野球っていうのを確立していくと思うけどね、はい、阿部監督はね、うん、でも岡田監督の中ではある程度確立された部分があるから、はい、まあ、どういう腹の探り合いをするのか、うん、まあ、そういうオープン戦も楽しみだね。そうですね、はい、ぜひ沖縄でもお願いします。動画を頑張ってきますよお願いします、はい。